の衆、いかがであったであろうか。我ら名古屋おもてなし武将隊はこの現世によみがえりし以上、皆々寄り添って生きていきたいと考えており、それこそが元那演武の心。共に手を取り生きてまいる。太平の世が永久に続かんことをここに祈っておる。宮野衆、負けるでないぞ。勝利の前祝いじゃ。勝ち時は弱い。はっ。名古屋とここに集まりし皆々様の明るい未来に向かって勝ち時じゃ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー。我らはここに蘇る。我らはこの時代を生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊参る。というところで、はい、終わり。最後な終わり。これからこれから今一番上がってるよ。一番上がっております。よし、もう一回音流してみろ、はい、それで続けばやろう。続かなんだらこんなところでしましょう。じゃあまた後が気になるものはまた名古屋城に来ていただくということで、ちょっとこの後一番の店は汗中男性。全然動いてないのに急に変な汗かい。仕方あるまい。それは過去わしだって音を入れるのじゃ、はい、一回流してみよう。我らはここに蘇る。我らはこの時代を生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊参る。惜しい。よし、やめてよ。やめよしよ。もう一回。もう一度じゃん。我が陣営から泣きの一回が。もうすまんな。マジと付き合ってくれるか、はい、お願いいたします、ね、お久しぶりに。ありがとうございます。ありがとうございます。いやでも途中じゃなかったけどよかった。途中で止まられたらどうにもしようがないからもう。よし来い。さあ準備はいいか。よしよ。さあ我らはここに蘇る。我らはどうしたら生きる。皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦いつける皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊Thank you.
うわよかった、これが何するかと、屈強に立った時こそ人は力強く踊れる。さよう、いつも以上に妙な感情が入り混じって踊りに力が入り申した。さよう、もう息が整わないから、喋りたくないから。どんな理由じゃそれは。トダミ、初めて、はい、我々に会いに来てくれた者もおるやもしれません、はい、この者たちにちょっと簡単に説明をいたすと、我々名古屋おてなし武将隊は全部で10名を手、この名古屋城を拠点に毎日活動いたしておると。平日は基本的に武将1名、それからこうした神形隊の者たち1名、計2名で南屋を迎えしておるところ、そして土日祝日になるこのような演舞というものを取り行っておる、はい、本日はこちらの5名編成、また別の5名は別の戦場へ行ったりしておる、また5名あるいは10人揃って演舞を行うこともあり、さまざまな編成があるゆえ、ぜひ我らに会いに来てほしいと思う。その時はぜひとも、音響がしっかりいくときに、会いに来ていただければと思ってます。まだ別 の, あの編成の時は別の楽しみもありますからね。それは本日なんか殿下が先ほどおこか何かに差し上げておった瓦版が新しくなったという話。はい、新しくなりました。では実際に今日初めて見たという方々により詳しく知っていただくために、神活祭に中田ばかり配っていただけますか。ありがとうございます。今日初めてわしらの子見たよというの、ね、手挙げてしょ。ああ、たくさんおるな。おっと、来いや。今日からずっと来いや、じゃあ。そういうこと言わんで、年上は。じゃあ、初めて見たもの、ちょっと手挙げたまま、ちょっと神活隊が瓦版、より詳しい情報が載っておる瓦版、詳しく。そしてさらに、その中で、はい、毎日来れますというのが、その手を挙げてね。ざっと降りてった、こら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 。いいよいいよ、冗談じゃ冗談じゃ。一回来てくれるだけでもありがたいわな。さようでございます。さあ、では今、神活隊、そして年上も南々に瓦版を配りしておる、はい、欲しいものは手を挙げて、そして声を挙げて。ちなみにこの後我々は、これまた後で説明いたしましょう、失礼いたしました。じゃあな、まあ、その瓦版の中に我々日々書いておる日記帳、いわゆるブログでございますな、こちらの情報も載っておるということで、ぜひぜひ時間があるときに QR コードがついておるから、パシャッと撮って我々のブログ、ちょっと覗いてみてほしいなというふうに思っておるところだよな。そして我らはこうした演舞以外にも他にも多岐にわたり戦を転々としておって、その中の一つがラジオ、ラジオ戦なるものも我々にやっとってな。壊れかけですか。壊れかけではござらん。ちゃんと聞けるラジオ、ちゃんと聞ける。こたびのような音響のそういったミスはござらん。ちゃんと音が流れてくる。ミスではないんですけど、ちょっとトラブルが、機械の方が悪いんだ、ちゃんとした機械でやらないでしょ。驚きましたな、今日は驚いたな。2人でおい、こたびは静ヶ崎の戦いという、わし秀吉じゃないや。こら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 、石からそんなわしの名前になっていました。秀吉様が、天下の覇権をかけた戦いで、そしてその中でわし加藤清正が大出世を果たすきっかけとなった、そうした戦の一場面をチートを描かせていただいたわけですが、途中なんかディ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 って音がデデデデデと、途中でおかしなことがありまして、一つの演出かななんて言いました。私は一番に変わったんじゃん。ずいぶん近代的になりましたな。まあ、新しいこの演舞、いろんな編成でいろんな演舞がございますけれども、今後も新たな戦術をまた取り入れてまいろうということですな。そうなんじゃ、今はまだ申せませんから、当然がこれを見る、知るためにはぜひ会いに来てほしいという。そうなんじゃ。この中でまた我らに会いに来たいよというものはどれくらいある。手挙げて、あ、ちょっと全員挙げてもらっていいかな。そうじゃない、なんか面倒くさくてもなんか全員挙げてもらっていいかな。とりあえず挙げたい。これはわしぬか喜びするから。そうですな、ぬか喜びして、ぬか喜びして、まだ、本当にいろんなところに遠征も行っておりますし、また我々遠征行くかもしれませんからな、まあ今年に入ってから仙台、大阪、それから京都も、あ、今年ですな、1月から1月に入ってから名古屋、名古屋を飛び出して各地を転々として、海外へも行っております。海外へ行っておるよ、異国のものも全部あげてほしい、さあ、どうじゃろうか。
大分の鳥越さん。さあ、この後はじゃな、我々全員一旦退陣をいたして、本日名古屋城さまざまな催しが目白押しでござる。そちらにも我々出陣してまいるゆえ、ぜひぜひ城内歩いとる時にまたわしは見かけたらぜひ遊びに来てほしいと思って。そして14時半からは再びこの二の丸広場にて演舞を執り行う予定でござる。雨が降らなければ、中止、雨がずっと中止になってしまうんだが、雨が降らなければこちらで行う予定でござるゆえ、ぜひぜひ時間のあるものは名古屋城楽しんでいって、そして我々にまた会いに来てほしいというふうに思っている。さあではこの後はいつもならば各武将が列を作って南田写真を撮るんじゃが、この後他の戦ばかりゆえ、我々がここで5名かっこようポーズを決めるゆえ、5つの方向に分けて参る。南田カメラの準備をいたし、我々のかっこいい姿を撮っていちょう。さあではこちらの方角から参りか、さあでは元気は10秒飾るんじゃ。はい、参ります。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、しまいでございます。おーし、ではこちら斜めの方角、ええか。さあトーマー、10秒前で、はい、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。よし、はい、では正面参るぞ、はい、準備はええな。いや清正は、それでは参る。10 9 8 7 6 54 3 2 1、片付けの具だった。よし、ではこちらの方向じゃ、走り前で10 9 8 7 6 5。なんで声がしてるの。もっと上げてまいれ。3そういうことじゃない。よーし、遊んでございます、ナトシです。いや、至って真面目じゃ。では最後参るぞ。10 8 7 6 5 4 3 2 1、しまいじゃ。ありがとうございます。正しいのござった。はい、やった。さあでは皆の者、こたびはよう来てくれた。これ音響の問題も小問題もござったけれども、最後までよう付き合ってくれた。ではまた時間のある者は14時半にこの場で会おう。よろしゅう、また会おう。さようなら。楽しいのござった。ありがとう。